これ超おしゃれなビルじゃないですか。そうですね。ねえ。おしゃれこういうのこういうのこういうのもモーヤンカレー、いろいろトッピングができる。そうです。だからあの何回も食える。モーヤンカレー。今日も新宿です。今はヴィンテージの、メガネ屋さんですね、支援に行ってました。すごくいいオフィスでしたね。あと、代表の方々も相当面白かったです。こちら、今日の一本ですね。今日の一本、オリバーピープルズです。これ、あれですね、跳ね上げ式になってます。こんな感じですごく人気があります、オリバーピープルズ、はい、今やです。こちらはレンズの加工高台とです。はい、以上です。はい、どうもお昼です。今日はアックとお昼です。どうぞ。ここは高丸鮮魚、超でかい、超でかいっていうかすごい量がすごい。これで1000円。うわ、そういえば昨日1000円でちょいだったね、銀座から。そうなんです。やばいね、これ。日本にいるときは、だいたい子供2人を両手に抱えて歩き回ってたり、まあ、少なくとも1人は肩車して、そうですね。まあ、少なくとも2時間、3時間は歩き回ってるんで、最近この、階段をやってなかったんですけどね、全然。まあでもこの階段をやることで体力がつくならやっぱりね、ちょっとはやった方がいいのかなと。何が一番めんどくさいってあれですね、単調なんですよ。香港だったらまだね景色が変わるんですけどね、単調です。これ永遠に何往復もって結構飽きます。